あれは一体どういうシーン？コマネチじゃないよね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。ひらめくん、ドライ系、第一印象自信家、特徴形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も、少しおっちょこちょいな面も、テキパキなのにおっちょこちょいっていうのはなんかギャップがいいね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。今回は特にお友達マークとかは出てないね。ほい、それじゃあ今回新しく入ってくれたひらめくん入るよ。なんかすごい部屋がすごいね、めっちゃ豪華なんだけど。目標が高いほど燃え上がる男です。おー、いいねいいね、すごいね。てか帽子もすごい気になるんだけど、個性的。疲れたって口に出して言うとさらに疲れます。あ、それは思う。なんかやっぱり音にして聞こえてきたらすごい気になるんかな、自分でも。ほい、それじゃあお腹すいとるやろうけん、何かしらコーンフレークぐらいで大丈夫？いただきます。なんかお金持ち系の家の人っておるけどさ、ここはここでなんかまた違った感じでね、ちょっとした怖さもあるような気がする。ほい、あったん入るよー。どうもどうも。あゆらのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ、これからも来るよ。おう、帽子？帽子か、その格好に帽子？この辺、熊の髪飾りとか。ほい、どうぞ、帽子じゃないけど。正面から見たら違いがよくわからない。あ、でもすごく気に入ってくれたからよかったよ。レベルアップ。それじゃあ、そうやね、歌いこっか。じゃあ、何がいいかな。ラップ。ヘビメタ。女の子でヘビメタってどんな感じになるかな。本当やったらね、夏祭りとかそういうの歌ってくれればいいんやけど。おお、みんな定期的に確認しに行きよんかな。ちょっと歌を歌う前にお腹を満たしておかねば。腹が減っては戦はできぬ。戦イコール歌やけど。まあまあ美味しかったようです。おお、よかったよかった。ほい、それじゃあ、歌ってもらおう。まあ、でも、ヘビメタやけんね。戦よ、戦。ほい、音楽堂。じゃあ、お願いします。衣装が個性的になったね。まあ、やっぱり女の子中心で、左右に男っていうのはちょっといい感じだな。かっこいい。いいねいいねいいね。おお、かっこいい。かっこいいよ、あったん。ほい、そしてミエニュース見てこう。お願いします。ドリアンバーガーが。ドリアンバーガーすげえ丸ごと入ってんだけど。ほら、涙ながらに語ってるから食べてあげてよ。ちょっとだけ微笑ましいです。涙ながらに語ってるのが。そうそうそう、はい、急いでビッグアユナへ。ほい、ありがとう。ほい、それじゃあユーナちゃん入るよ。
またまた浴衣だ。遊んでください。遊ぼう遊ぼう。対戦絵合わせ。最近絵合わせ多いね。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。ほい、スタート。先行と後攻どちらがいいですか？じゃあ先行で。アジナのそっくりさんの番です。ほいほい。じゃあここと。ゼリーです。ゼリー。レバーです。レバー。うん、これと。おー、早速。マジか。うん、これ。どれか。何それ。あ、これダイヤ。アジナのそっくりさんの番です。ほいほい。ここ。ここです。お、ここちゃん。かなり。イエーイ。アジュナのそっくりさんの番です。ほい。レイちゃんです。レイちゃん出てないね。ゼリーです。ゼリー、ゼリー出たよ。これはチャンスだと。だよね。うん。これ。おお、あ、これはもう揃えられてしまうパターンの気がする。これと。これ。あ、いやー、マジか。これ。これ。やった。あー、もう圧倒的だわ。負けたわ、普通に。残念でしたね。また遊んでください。うん、またね、今度。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。かわいいヘアアクセサリーが欲しいです。かわいいヘアアクセサリー。今も十分かわいいけど、違うのする？猫耳カチューシャ。ハイビスカス。猫耳カチューシャどうよ。ないじゃん。あ、白いのがあるのか。なるほど。あ、でもピンクの浴衣やけん、白の方が合うかもね。あ、でも黒とピンクも合うんか。どうすか。すごく気に入ったようです。おー、よかったよかった。でもメイド服に猫耳でもありやったね。何を真剣に考えよん。実用品、一応役をもらいました。ありがとう。実は、人の噂話が好きです。まあね、みんな基本的に噂話とか好きやったりとかするよね。まあ、その噂話が正しいとは限らんのやけど。ほい、それじゃあ、おにぎりでもどうぞ。お腹すいとるやろ。どう？まあまあ美味しかったようです。まあまあか。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で、化粧品。どうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。どんどん化粧して出かけていってね。ほい。今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい。QR コードを読み取る。くーちゃん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐに顔に出る。またちっちゃい感じのキャラクターやね、かわいい。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ、マンション見てこう。お、これはもしや喧嘩ではない。おー。お、マキさんは大丈夫っぽい。入るよ。入るよ。二人でストレッチ中。こんばんは。こんばんは。シッシーに恋人がいたら、と思うのですが。おー、紹介してあげる？ちゃんと続けるのはどう思いますか？なるほど、なるほど。親友を紹介するわけね。いいと思うよ。それでは、二人も合わせてみます。ほいほい。ね、親友やけんね。お、楽しそうやん、お二人とも。でもこの楽しそうの基準がいつもよくわからんけんね、私。まあ、素な感じで話してるときはダメなんやろうなって思うけど。これはいい方よね。ほら、なんか話しよるもん。思うんやけど、あの状態で話しよるって結構な大声で話しよらんかったらいかんことない。聞こえんよね、絶対。お、なんか、シーンとしてるけど大丈夫？多分大丈夫じゃないよね。今日は、ありがとう。友達からとかかな。
ほら。まずは友達から始めるそうです。ね、なんか後半ちょっと疲れとったもんね、二人とも。さっき、道に迷ってる旅人がいたんで、道案内してあげました。おー、マキさんはあれかな、人の世話を焼きたい方のタイプなんかな。ね、恋人紹介したりとか。じゃあちょっと、お久しぶりにさ、ミシンで何かしら服を作っていただきたい。ほい。おしゃれに作ってみせましょう。お願いします。今年の夏は、これ一枚でオッケーさ。マジで？多分こういう感じの部屋やけんね、デコったりするのも好きなはず。絶妙な崩し？どんな服？え？古着をリメイク、カッパセットどうリメイクしたらこうなった？どの古着をリメイクした？これ一枚でオッケーなの？この夏やだよ絶対。我ながら素敵な服ができました。素敵かな、素敵なのかな。うん、ありがとう。ほい、それじゃあ今回新しく入ったくーちゃん入るよ。どうもどうも。クーです。究極の癒し系の神って言われます。いいねいいね、きっとその場にいるだけで和むんだろうな。頭を撫でてくださいね。頭を、オッケーオッケー。いいねいいね、何やら満足そうです。じゃあお腹空いとるやろうけん、何かしらおにぎりでもどう？いただきます。おにぎりの具は梅干しが一番だと思うんだ、私は。結構美味しかったようです。でもたまーに梅干し苦手な人おるよね。私、卵かけご飯にまで梅干し入れるけんな。おいしけくん入るよ。遊んでください。いいね、なんか、格好といい、場所といい、スポーツマンって感じ。遊ぼう遊ぼう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。ん？ニコニコ。ということはこっちだ。ねえ、やっぱりこういうの表情きっと関係しとんよね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ、中くらい。お、お宝蚊取り線香をもらいました。ありがとう。この季節大事やね。蚊が来んように。旅人ってみんな目がキラキラしてますね。ねえ、きっと何か目標があって旅をしよるはず。それじゃあソーセージ。これあれやん。いただきます。前回作ってもらったやつやろ。海鮮ソーセージ。なんか最近ソーセージもいろんなものあることない？チーズが入ってるやつとかさ。なんかマグロのソーセージとか。面白いよね。お、ゆかちゃん入るよ。黒影さんに会ってきたよ。お久しぶりです。お久しぶりです。くしゃみが出そうで出ません。お、来たよ、くさみ。くさみ。くしゃみ。ほい、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。さあ、来い。へ。へ。でも、くしゃみが出そうで出んときって本当にあるよね。おう、よかったよかった。ありがとうございました。いえいえ。おう、レベル上がった。二人ともレベル上がったね。ほい、それじゃあ、歌をプレゼントしよう。歌で何がいいかな？ラップ。ほい。歌、ラップをプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？お、実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。笹も持たずに出かけた時に限って雨が降ります。あー、よくあるよね、そういうのって。なんなんやろうね、あれ。見計らったかのように。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。ウラピーちゃん、ノリ系、第一印象気さく、特徴直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。最近へそ出しスタイルの子が多くなってきたね。元気な感じや。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。お、今ハートマーク出てたね、ハートマーク。ちょい待ってよ。お、来たぞ来たぞ。クラくん、入るよ。お、クラくん。ちょっとだけ、ちょっとしておいてください。なぜ？ダメだよ、誰？話して。実は、ライチのことが好きです。おー、ライチちゃん。告白したいのですが。ライチちゃんって彼氏おらんかったっけ？いたような気がするんだけれども。大丈夫かな？ほい、じゃあ、正統派で。場所はね、喫茶店。その前に、着替えた方がいいですかね？そうやね、忍者はちょっと、可愛いけれども。ん？その帽子はつけたままなの。こんな感じ、どうだ？学生服。グループ衣装、派手か。学生服かな。ほい、決定。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。なんか若干彼氏がいたような気がするんだけれども。気持ちだけでも。後ろにシッシーさんいるよ。結婚の前提にお付き合いしてください。マジか、そこまでか。お、来たぞ来たぞ。本当にあなたも好きなのは僕です。これはさ、この場所で告白するっていうのを最初に聞きつけといて先回りしてたってこと？ちょっと待った。店員、そんなパターンもあるんすか。たっちゃんやし。本当にあなたのことが好きなのは俺です。何いやいや、みんな怖い。誰も選ぶんですか。ライチちゃんはここの常連さんということかな。全員ごめんなさい。あれってことはやっぱり彼氏がいたとか、彼氏いてこれだったら超モテモテだな。元気出してクラくん。残念な結果に終わりました。そんなこともあるよ。振られちゃいましたね。まあ、ほらこのマンション多分女性の比率の方が多いからさ、ほら甘いものでも食べて元気出してよ。どう？まあまあか。まあまあなのか。ゆうやさん入るよ。サングラスつけたままゴロゴロしてたらなんかパリンっていきそうやけど大丈夫？おはようございます。おはようございます。ゆじゅと友達になりたいです。お、ジュジュちゃん、いいねいいね、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。どんな感じで、じゃあやっぱり褒めてあげよう。褒めてくれる男性はいいんじゃないかなと思う。多分。まああんまり褒められすぎてもね、あれやけど、多分社交辞令やろうなとかお世辞やろうなって思うけど。
友達になった。うまくいきました。よかったよかった。おかげで友達になれました。いえいえ。お、レベルアップ。はい、ということで道具。さあ、何がいいかな。じゃあ、とりあえず、釣り竿。どこ行った釣り竿。これこれこれ。はい。これをあげる。道具、釣り竿をプレゼントしました。お、なになに？お、実用品スライドパズルをもらいました。そんなにたくさんスライドパズルをもらいましても。まあね。でもサングラスをかけているってなんかイコール人目を気にしてそうな気がするんやけど違うんかな。ウラピーちゃん、寝てるし早速。もうちょっとで見えるのに。何が見えるんだ？入るよ。あ、入れない。ウラピーちゃん入るよ。いきなり超リラックスしてるね。夢の中にお邪魔します。お、またこの分だ。なんかニコニコしてる。え、前このぬいぐるみニコニコしてたっけ？で、これ歩いてる人はさ、本人？なんか髪の色違うよね、微妙に。このつけてる人の表情が、このキーホルダーに反映されとるってことかな。ねえ、さっきブルブルブルってなった時ちょっと、なんていうん、不安げな顔に変わったよね。お？お？なんだなんだなんだ？なんかスキップしだしたんだけど。本人じゃないよね、これ。帽子が。シュレカちゃん？パーティー帽じゃない、これ。ね、揺れてるから、揺れてるから。え、なんか、夜の山道をスキップして歩いていってる女の子ってなんかちょっと怖いんだけど。どういうわけかお宝、骸骨のキーホルダーを拾いました。実物もそんなに可愛くないな、骸骨のキーホルダー。あ、どうもどうも。一緒にいると楽しい女だそうです。なるほど。さっき、旅人に観光名所も聞かれたんで、浜辺と噴水広場も案内しました。浜辺と噴水広場、いっぱい人、ま、でも集まるか。どうしてもなんか観光名所らしい観光名所を紹介したがらないみんな。紹介してよ、もっと。遊園地とか。はい、エビ。投げ捨てた。いただきます。どうぞどうぞ。食べておくんなまし。結構美味しかったようです。おお、よかったよかった。なんかへそ出しスタイルとかしよったらさ、結構スタイル気になってこん？なんかちょっと食べただけでお腹出てきそうで嫌よね。そして、ミーニュース。ほい、お願いします。お、ネムちゃんの誕生日。ほいほい。ネムちゃんおめでとうって言った。おめでとう。いいね、いいね。おめでとう。ありがとう。こういうクラッカーとかってさ、弾いたことないんやけど、ちょっと弾いてみたいな。間違って、ろうそくも食べないように。ろうそくは最初に外そうね。まだ焼いてる。はい。独自のミニュース。さすがお伝えしました。ほい、ありがとう。ほい、それじゃあ。今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、お、なんだ。ニュース速報。ほいほい。お、輸入品が入荷されました。おー、男物の浴衣。いいね、いいね。で、なぜ男物を女が着る？前に女物の浴衣の時男の子が着てなかった？逆じゃね？ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回も、
新しくこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。ゆうまさん、和み系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする、クール系かと思ったけど和み系なんやね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ新しく入った輸入品見てこうか。お、いっぱい走ってきた、いっぱい。声をかける。管理人さん、こんばんは。こんばんは。この島のことは忘れないよ。うん、また来てね。ぜひぜひ。お、船が10艘やってきました。え、めっちゃ来たね。ハッピーフレンド島から船が来ました。輸入品チェックスカートと網タイツ。アユナ島の輸出品を積み込みました。よいしょよいしょ、いいね、その掛け声。ゆうとくんが旅立ってった。ほい、そして次、アイラブ友達島から船が来ました。輸入品チェックスカートと網タイツ。お、ユミナちゃんっていう旅人が来たね。10艘ってやばいなどんだけだ。バイバイ。いちかちゃんは旅立っていきました。これ結構かかりそうね。すみっこ島から船が来ました。お、すみっこ。輸入品クレイジーパターンシャツ。そしてあゆな島からの輸出品が。さようなら。バイバイ。なとくんやん。旅立っていきました。ジャンプ島から船が来ました。輸入品丸襟のブラウス。旅人海くん。ハピハピ島から船が来ました。旅人ひなったくん。輸入品ショートパンツとカーデ。めっちゃすれ違っとるやん。家族島から船が来ました。旅人りゅうきくん。輸入品フレアのミニスカート。おわせら島から船が来ました。旅人ゆゆちゃん。輸入品チェックの縁取りワンピ。これは早送りは、あ、こういう感じね。テルラール島から船が来ました。輸入品チェックの縁取りワンピ。なるほど。あ、すごい、確かに早いね。ゴースト島から船が来ました。旅人はるかちゃん。輸入品フェイクファーのコート。お、いいね、フェイクファーのコート。おー、じゃあ早速。お、なんだなんだ、ニュース速報が入ったぞ。ほいほい。ほん、なにそれ。旅人ランキング発表。これまでに様々な旅人がアユナ島を訪れ、買っていきました。うんうん。そんな旅人のうち、誰が一番多くの島を渡り歩いてきたかも発表します。へぇー。旅人はどれだけ長い旅をしてきたのか、彼らの顔を思い出しながらご覧ください。いろんなランキングあるね。オッケー。以上、ニュース速報、西山がお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回新しく増えたゆうまくん入るよ。おしゃれだな全体的におしゃれだな。ゆうまです。マイペースですが、やや心配性な男です。な、多少心配性なぐらいがいいような気はするけど。もう少し目が大きかったらなと思います。え、全然十分やと思うよ。うん。バランス普通にいいと思うよ。はい、それじゃあお腹空いたやろ。お腹空いた、お腹空いてコーンスープってどうだ？カップ麺しかないけどどうすか？どう？美味しい？結構美味しかったようです。よかったよかった。あれってどういう柄の T シャツなんやろ？ビルかな？なんかよくわからんねえけど。ハットくん、ハットくんはゲーム中や。ここは怒ってないね。どうした、誰かと。お友達に。1週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん。お久しぶりです。もう、なっちゃんと別れないんです。なぜ？え、
考え直してそれは。もう一度話し合ってきます。ダメよ、お別れなんて。なっちゃんとハットくんも仲良かったじゃないか。どうなの？あ、怖い。マジで？マジで？二組目。何があったの？うまくいきませんでした。やっぱり、ダメでした。あれだね。びっくりした。おつまスプレーの効果が切れました。やっぱりこう、夫婦にしかわからないことというのはあるのかね。よくないよ。全然よくないよ。とても辛いことなんですね。そりゃあそうだろうな。付き合ってた時に別れる以上にだろうね。え、ナト君旅立って行ったばっかりなんですけど。それはどうなの？またしてもこの島に帰って来れなくなった子がいる、ということになるの？ちょい。ほら、落ち着いて。いただきます。落ち着いてないのは私かもしれんけど。まあまあ美味しかったようです。いやー、なんだ、もう戻らないのか。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ、旅人を見ていこうか。みんなもう寝とるかな。おお、すごく病んでいる。入るよ、リュウキくん。どうした、もう表情が。あ、こんばんは。勝手にテント張ってごめんなさい。いえいえ、全然大丈夫だけど。いいですか？ほいほい、いいっすよ。よかった、ありがとうです。っていうか、もう深夜だしね。今日はここで一泊させてもらいます。ほいほい。僕は今までに一つの島を旅してきました。なるほど。僕が生まれた島の管理人さんから預かった伝言が。お、伝言が。よろしくお願いします。あ、もう全然大丈夫よ。おもてなしするよ。よろしく。もう動けないよ。どうした？とりあえず、おもてなしで、なんだ、風邪かな？胃腸薬？お腹すか？風邪で動けないことはないよね。心配してくれたんだ。うんうんうん。でも、今はお腹痛くないから、これは返します。あれってことは、やっぱり風邪かな？ちょっと待って。はい、風邪薬、あげる。心配してくれたんですね。うんうん。でも、今は風邪ひいてないから、これは返します。あ、もしかしてお腹が空いて力が出ないっていう方か。ね。じゃあ、ほい。どうぞどうぞ。どう？生き返った。おお、やっぱりそういうことなのね。なるほどなるほど。一生ご飯が食べられないかも。って思ってたんだ。本当にありがとうです。めっちゃ大げさっぽい感じやけど、でも旅しよったらそういう感じにもなるよね。管理人さん、ちょっとお願いがあるんですけど。ほいほい、何？ジャコテンを持ってるんだ。おう、ジャコテン。ゲームコイン3枚と交換って無理ですか？いいよいいよ、全然。交換する。ありがとう。これでしばらくは、旅費の心配しなくていいんだ。ありがとう、特産品ジャコテンをもらいました。ゆうきさんと写真を撮ったよ。おお。お父さんとお母さんに手紙を送るとき。この写真、一緒に送ってもいいですか？いいよ。いいの？あれは一体どういうシーン？コマネチじゃないよね。喜ぶぞ。明日の船が早いから、もう寝ようかと思ってるんですが。早いんだったらもうさっさと寝とかないとダメだよ。おやすみなさい。ほい、そして、お、なんだ？カメラ見てる。海くん。旅先でいっぱい写真を撮り寄るってことかな。あ、こんばんは。こんばんは。テント張ってごめんなさい。いえいえ、全然。今夜どこに泊まっても、
いいですか？全然いいよ。止めてあげる。よかった、ありがとうです。いえいえ。僕、ウニです。今日はここで一泊させてもらいます。僕は今までに3つの島を旅してきました。ほう、3つ。よろしくです。こちらこそよろしく。ふるさとのこと思い出しちゃったけど、寂しくなんか、ないやい。そういう気分の時は、オルゴールでも。ほい。聞いてみてもいい？いいよいいよ。なんか写真管理率高いね。オルゴールの曲、僕が小さい時、お母さんが歌ってくれた子守歌でした。おお。あれ？寂しくなくなったぞ。マジで？なんかそういうの聞いた方が寂しくなりそうな気がするけど。元気に旅も続けるぞ。頑張って。小さい頃歌ってくれた子守歌ってさ、別に決まってなかったけんあれなんやけど。ん？なになに？ジャコテンゴ持ってるんだ。お、またジャコテン来た。ゲームコイン5枚と交換って無理ですか？いいよいいよ。なんかだいぶ枚数増えたな。ありがとう。これでしばらくは、旅費の心配しなくていいんだ。特産品ジャコテンをもらいました。ありがとう。まあ同じ愛媛だからね。シッシーさんと写真を撮ったよ。お、シッシーさん。お父さんとお母さんに手紙を送るとき。この写真、いい笑顔だね、二人とも。いいですか？いいよ。いいの？お父さんとお母さん、きっと喜ぶぞ。明日の船が早いから、もう寝ようかと思ってるんですが。おやすみなさい。おやすみなさい。お、寝てる寝てる。ということで、今回も新しくこの島に住みたいという方が来てくださったので、あ、間違えた来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、ということで QR コードを読み取る。マドノンちゃん、ノリ系第一印象帰宅、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、キラキラ型、みんなのアイドルタイプ、いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。お、なごみ系かと思った、ノリ系なんやね、久々や。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。ほい、それじゃあ今回新しく入ったマドノンちゃん、入るよ。どうもどうも。一緒にいると楽しい女だそうです。いいね。この部屋前回私誰だっけ、さきちゃんにあげたっけ。8月は遊びまくります。お、いいね。ちょうど夏休みやもんね。ほい、それじゃあお腹が空いているだろうから、カレーでも、あー。べったべただよ。カレーとかシミになるよ。おいおい、どうぞ。と、美味しい？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。お、いいねいいね、遊ぼう。トントン相撲。お、今度はトントン相撲ブームか。はっきょい。はっきょい。残った。残った。へい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 。いけ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 。押し出してしまえ。あ、倒された。マジか。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。ということで次はジュジュちゃん入るよ。あ、入れなかった。全然入れてなかった。ほい、ジュジュちゃん入るよ。お、しゃっくり中やったね。おかげでしゃっくりが止まりました。よかったよかった。今日が辛くても明日がいいことあるさって考えるタイプです。いいねいいね。昔ほら明日があるさっていう歌もあったし、あの歌好きやったな。ほい、コーンフレーク、どうぞどうぞ。どう？まあまあ美味しかったようです。まあまあか。お、でもレベル上がった。ほい、それじゃあ歌にしよっかな。
歌で、ロック演歌オペラ。オペラ。はい、どうぞ。歌オペラをプレゼントしました。そしてグループを結成しよう。はい、音楽堂へゴー。さあどうぞ。祝福の愛。いいね、いいね。かっこいいね、今ソロパートよ。こっからどういう感じで現れてくるかやね。お、来た来た来た。女の子率が高くなってきたね。男の子ももうちょっとおった方がいいかな。お、ブラボー。いいね、いいね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。